中卒の底辺専用のお席です。あんたなんてあそこで十分なのよ。トイレ前のベンチを指さして、そういうまなみに私は唖然とする。そんな様子をスマホで撮影しながら高笑いするまなみに言い返そうとした時だった。ご無沙汰してます。お元気でしたか。ヨータの尊敬するメイが私に向かって声をかける。私の正体を知ったマナミは絶望し、その場に倒れ込むのであった。私の名前は竹岡琴美。父と母、そして私と兄の4人暮らしだ。兄のヨータは昔からとても頭がよく優しい人だった。父も母もそんなヨータを可愛がっていたし、私もそんなヨータが憧れだった。だがいつからかヨータばかりが愛されているのではないかと感じるようになった。もちろんそんなことは大人になった今ではありえないことだと理解できる。それでも子供ながらに卑屈になった心は私を非行の道へと走らせた。中学を卒業後、私は高校へ進学はせずにフリーターへ。だがそんな私を父も母も兄も決して見限ることはなかった。フリーターではあったが、私はしっかり働き次第に成長していったと思っている。そんな私が28歳を迎えた頃、3歳年上のヨータは結婚をすることになった。家族みんな大喜び。もちろん私も嬉しかった。ねえ、奥さんになる方はどんな人なの？小中高一貫校のお嬢様学校に通っていた、とてもおしとやかな人なんだ。大学は海外に行った。頭もいい人で、すごく素敵な人だよ。へえ、お仕事は何をされているの？事務職だけど、結婚のために今は辞めて、融通の利く父親の会社に転職予定なんだって。ヨータは嬉しそうにそう言った。彼のこんな姿を見るのは初めてだ。そうなんだ、もう結婚後の生活まで考えてくれてるのね。お兄ちゃんが素敵な人と縁があってよかった。結婚式楽しみだな。私も嬉しくなってそう言った。私がどうしても会いたいと言うと、ヨータはカレンダーを見ながら頭を悩ませる。じゃあ来週の木曜は？私は2つ返事で約束をした。おしゃれしてこいよ。ヨータは冗談っぽくそう笑う。当たり前でしょ、お姉さんになる人に会うのに変な格好で行くわけないでしょ。私の言葉に笑ったヨータ。そして私は心を躍らせながらその日を待った。約束の日、私はヨータと18時に約束をした。しかしついうたた寝をしてしまい、気づいた時には17時半。約束の駅前までは15分はかかる。ことみ、今日ヨータとヨータの彼女とご飯行くんじゃなかったの？のんきに声をかける母の一言がなければ完全にすっぽかしてしまっていただろう。私は前日に準備しておいた焼き菓子店のクッキーを手土産に慌てて駅前に向かって走り出す。すると駅までもう少しというところで、前を歩いていた女性が買い物袋をぶら下げて歩くおばあさんとぶつかりそうになった。うわぁ！間一髪ぶつかりはしなかったものの、驚いたおばあさんは盛大に転んでしまった。その拍子にビニール袋は破れて中身が散らばってしまう。女性はそんなおばあさんをちらっと見て舌打ちをすると、気をつけろよと言い残し去っていったのだ。驚いた
おしゃれをしているのに、なんて残念な心の方なのだろうか。大丈夫ですか？ええ、ありがとうございます。私は慌てておばあさんに駆け寄り、手を引いて起き上がらせる。破れて飛び出したものを拾い集めると、ヨータの婚約者へ渡す手土産のために持っていたクッキーを取り出し、その紙袋に入れた。どうぞ。まあ、袋まで本当にすみません。いえいえ、謝らないでください。災難でしたね。恐縮するおばあさんに私はそう笑いかけると、彼女は言った。あの子、よくこの辺歩いてるけど、いつもスマホ見てるの。私も今日は荷物が多くて避けきれなかったわ。そう憤慨したように話すおばあさん。なるほど、さっきの女性は歩きスマホをしていたから、ギリギリまでおばあさんが歩いていることに気がつかなかったのだろう。でもお怪我がないようで何よりです。何かお礼をしないとね。袋ももらったし。いえ、大丈夫です。私急いでいるので行きますね。お気をつけて。私はそう言って駅前に急いだ。ギリギリ間に合うかと思ったが、5分ほど遅れてしまい、連絡をする時間もなかった。遅れるなら連絡しろよ。ごめん、寝てた。お前なあ。待ち合わせ場所にいたヨータはそう笑う。それより彼女は？お前が遅いからちょっとお手洗いに行ってくるってさ。そっか、待たせちゃって申し訳ないな。そう言った時、私たちの元へ近づいてくる一人の女性。私は思わず目を伏せた。それはさっきおばあさんにぶつかって去っていった女性だったのだ。彼女が通り過ぎるのを待っていたが、その私の待機も虚しく、彼女の足は私たちのいる場所で止まった。驚いて顔を上げる私。紹介するよ、彼女のマナミだ。マナミ、妹のコドミだよ。まさかさっきの女性が彼女だったなんて。私はぎこちなく笑い、お辞儀をすると、彼女はふっと鼻で笑った。どうも、マナミです。彼女のマナミは想像していたようなお嬢様ではなく、気の強そうな人だった。ヨータが言ったような素敵な人だという印象とは程遠い。さっきの場面を見ていたからかもしれないが、言葉や態度の節々に違和感を持ったのも事実だ。遅かったけど大丈夫だった？すみません、気づいたら眠ってしまってて。まあ、こんな平日の昼間から。まあ、そんな日もあるわよね。バカにしたように笑うマナミ。それに少しイラッとしたが、私は手土産を差し出しながら気を取り直して自己紹介をした。あの妹の琴美です。よろしくお願いします。しかし、マナミは手土産のクッキーを見て懸念そうな顔をしていった。紙袋もないの？自分のために買って持ってたのかと思ったわ。今日バッグ大きいのでよかった。ありがとう。一応お礼の言葉はあったものの、あまりいい気分はしなかった。一部始終を見ていたはずのヨータは、私たちの会話に何かを言うこともなく、じゃあお店移動しようかと歩き出した。待ってよ。マナミは猫なで声でヨータに近づき、隣に並ぶ。そしてなぜか妹である私に向かって勝ち誇ったように笑い、歩き出したのである。最悪の初対面から私のマナミに対する印象は最悪だった。できれば二度と会いたくないレベルだ。だが結婚するというのはもう決まっている。せめてマナミがヨータにとっていい奥さんであることを祈るばかり。私がマナミと会った後、母が
どういう方だったと興味津々に感想を求めてくるが、話す気にもなれず笑ってごまかした。そうこうしているうちに結婚の話も進み、一度家族で顔合わせをしようということになった。まなみの父は企業の役員であり部長職をされている方で、母は薬剤師、それと弟が一人いるそうだ。私はいいよ、まなみさんにはこの前会ったし。できるだけ関わりたくなくてそう言ったが、田舎出身で親戚付き合いを重んじる父にそれはダメだと言われ、しぶしぶ私も参加することとなった。あら、お久しぶりね。今日は寝坊しなかったのね。顔合わせ当日、まなみは私を見るなりそう言った。なぜここまで目の敵にされるのか、げんなりだ。しかし、その答えはこの後の顔合わせで判明するのだった。妹さんは琴美さんと言ったかな。出身はどこの大学かな。まなみの父からの質問に私が口を開こうとした時、まなみが言ったのだ。お父さん、その質問はダメだって言ったでしょ。だが、お前が勘違いしているだけかもしれないだろ。こんな素敵なご家庭のお嬢さんだ。いくらなんでも不良だったなんて。まなみの父はそう言ってハッとし、罰が悪そうに笑った。まなみは陽太から話を聞き、私が中学卒業後荒れていたことを知っていたのだ。困惑する両親の代わりに私は言った。おっしゃる通り、私は中学卒業後荒れて高校へは進学しませんでした。家に帰らないこともしょっちゅう、仕事はファミレスの店員でした。まなみはそれを聞いて口角を上げる。ほら、本当だったでしょ。その声はどう聞いても私をバカにしているようにしか聞こえない。さすがにうんざりしたが、まなみは自分をかばうように言ったのだ。琴美ちゃんはこれから大変だろうけど、何かあれば助けるからね。私もパパの会社で働く予定だし、きっと大丈夫よ。おう、そうだな。助け合いは大切だもんな。助けてもらわなくても結構。そう言いたかったけれど、ここで喧嘩腰になるわけにもいかず、私はまた笑ってごまかした。しかし、問題はこの後だった。お手洗いに向かう私の後ろ、まなみがついてきたのだ。お腹いっぱいだね。と、愛想よく声をかけてくれるが、外に出て、家族がみんないなくなった瞬間、まなみはその笑顔を崩さぬまま私に言った。言っておくけど、助ける気はないから。え？やだ、さっきのことよ。あなたが行き倒れようがどうなろうが、私たちに助ける義務はないわよね。努力もしてないあなたを助ける筋合いはないわ。まなみは再度助けないという言葉に力を込めて私に念押しをした。私は何も言い返す気にならず、その後もまなみを無視した。やはりろくな女ではないようだ。さすがにこんな女と結婚して陽太が幸せになれるとは思わなかった。ねえお兄ちゃん、あの人やめた方がいいんじゃない？そう言っては見たものの、何言ってんだよ、とってもいい子じゃんか、と私の話を聞こうともしない。そして祝福もできないまま結婚式の日を迎えた。結婚式が終わり、披露宴になる。挨拶で忙しそうな母と父と別れ、私は一人で先に会場へ向かった。だが、そこで衝撃的なことが起こったのだ。座っておこうと思い、席次を広げた私。しかし、その席次表の中に、どうしても私の名前を見つけることができなかったのだ。席がないことには会場に入ることもできず、私は信じられない気持ちで辺りを見回す。もしかしたらミスかもしれない。
確認をしたくてスタッフを探したのだ。しかしスタッフを探す私の前に現れたのは、スマホでそんな私の様子を撮影しながら現れたまなみだった。傑作。どうやら私が席次表を眺めて慌てる様子を影から撮っていたらしい。目を丸くする私にまなみは言った。自分の席がなくて慌ててるんでしょう。会場の人探してたみたいだけど、ミスじゃないわよ。どういうことですか？そのままの意味よ。まなみはそう言うとキョロキョロとあたりを見回した。そしてトイレの前にベンチを見つけると、そこを指さして言ったのだ。あったあった、中卒の底辺専用のお席です。あんたなんてあそこで十分なのよ。私はそんな彼女に絶句した。何も言えない私とは裏腹に、まなみは大きな声で笑った。さすがに言い返そうとしたが、その時私たちの元に近づいてくる一人の人物、その気配に気づいてまなみは笑い声を止めると、彼を見てハッとしたように口を閉じた。ご無沙汰してます、お元気でしたか？彼の名前は佐藤幸次郎。陽太が尊敬する上司であり、地元でも評判の名医だ。佐藤の言葉にまなみは引きつりながら笑う。先生、本日は。しかし佐藤はそんなまなみを無視して私に向かって言ったのだ。本日はお兄様のご結婚おめでとうございます。いやー、いい天気になりよかったですね。佐藤が私に声をかけたことにまなみは心底驚いているようだった。それもそのはず、彼は私にずっと敬語を使い、にこやかに頭を下げ続けているのだから。まなみはそれが面白くなかったようで、佐藤に声をかけた。先生、彼女は確かに陽太の妹ですが、先生がそんなにかしこまられる相手じゃありませんよ。なんてったって中卒のバカなんですもの。まなみはそう言って笑う。冗談交じりだったのだろうが、佐藤はそれを聞いて顔をこわばらせた。君は何を言ってるんだ？え？琴美さんほど優秀な人がどこにいる？彼女は優秀なシステムエンジニアの傍ら、全国を飛び回り非行に走る子供たちの就職支援をしている。うちの病院の電子カルテシステムを作ったのも彼女。そしてうちに派遣されてくるスタッフの多くは彼女のつてで来てくれている。彼女がいなければうちの病院は成り立たないんだぞ。佐藤はまなみに向かってそう説明した。信じられないというような表情のまなみだが、佐藤の言ったことは全て事実だ。私は中学卒業後、確かに一時は荒れた。だがこれではダメだと一念発起し、通信制の高校、そしてシステムエンジニアになるための専門学校を卒業した。なぜシステムエンジニアを選んだかというと、不良時代知り合った友人の影響だ。パソコンに異様に詳しく、ハッキングまでできる友人がいて、おかげで私も随分とパソコンには詳しくなったのだ。その友人のハッキング技術を逆手に取り、ハッキングできないようなシステムを構築。フリーのシステムエンジニアとして、それを個人情報を扱う機関や会社に売り込んだ。それだけで私にはとんでもない収益が入ってくるようになった。パソコンがあれば仕事ができる環境を整えたため、その傍ら、パソコンを持って全国を飛び回り、私と同じように一度道を踏み外してしまった若者の支援を行っているのだ。佐藤は丁寧にまなみに全てを話してくれた。まなみはそれを聞いて顔を青くするばかりで、何も言葉を発することはできない。私は
そんな彼女を鼻で笑った。ああ、マナミ、こんなところで何をしてるんだ。早く準備をしないと、スタッフさんが探してたぞ。その時、ヨータの声が聞こえた。ヨータはマナミに声をかけたが、そこに私と佐藤がいることに気づくと姿勢を正す。先生、今日はありがとうございます。そして佐藤に声をかけるが、佐藤の顔は険しいままだ。ヨータ君、君は本当にこんな人と結婚するのかね。そして佐藤は呆れたように言ったのだ。その一言には思わずマナミも顔を上げる。え？彼女が琴美さんに嫌がらせをしていることはご存知か？どういうことだ？私もその言葉に驚いた。どうやら佐藤は私を見つけた上で、彼女にバカにされている場面を見て間に入ってくださったようなのだ。先ほども琴美さんをバカにしながら動画まで撮影していたようだよ。ヨータはその言葉に顔を険しくし、マナミに向かって手を差し出した。スマホを見せてみろ。え？さっき撮ったという動画を見せてみろ。ヨータの怒鳴り声が響いた。マナミは半泣きになりながらスマホを操作し、ヨータに渡す。そこからは先ほどの会話がしっかりと聞こえてきて、ヨータはただただそれを険しい表情で見つめていた。動画が終わるとヨータは言った。先生、変なところをお見せして申し訳ありませんでした。妹をかばってくださりありがとうございます。ヨータ、これには理由が。マナミはヨータにすがるが、ヨータはマナミを見ることもないまま言った。結婚は中止だ。今日の披露宴も中止する。え？マナミとは結婚できない。ヨータのその言葉にはさすがに私も驚いたが、ナナミはただ泣きじゃくり、ごめんなさいと繰り返す。ヨータはそんな彼女のすがる腕を振りほどいて、佐藤に深々と頭を下げていた。その後は悲惨なものだった。結婚式の中止の連絡を受けたスタッフは驚き、慌てふためいてヨータに事情を聞くし、来場客もどうすればいいのか悩み、ザーザーとし始める。両親は仕事関係の方を中心に理由を話して謝罪をしているようだ。ヨータ君、娘が申し訳ないことをしたようだが、結婚にはこういうこともある。一度きりだと思って今回だけは許してやってくれないか。マナミの父は焦ってヨータに駆け寄ってくるとそう言ったが、ヨータは決して首を縦には振らなかった。おや、まあどうしたのかしら、中止なのかしら。そんな渦中の私たちに声をかけてくれた方がいた。マナミの父は彼女を見るとすっと姿勢を正した。会長。どうやらマナミの父の会社のお偉いさんのようだ。マナミの父が役員だということもあり、会社関係の方も招待していたのだろう。おばあさんは私をまっすぐ見て笑った。あら、転んで私を助けてくださった方じゃない。ほら、クッキーの紙袋をくださった。一瞬何のことかと考えた私だが、その答えはすぐに見つかる。あの時の。あの時は助かったわ、本当にありがとう。もしかしてあなたがマナミさん？いえ、私は。嬉しそうに微笑むおばあさんに複雑な気持ちで首を振る。すると、マナミの父が言った。いえ、彼女は、マナミの婚約者の妹さんです。マナミ、会長だ。挨拶しなさい。父に促されて、
マナミは涙を拭きながらおばあさんの前に出る。するとおばあさんはそんなマナミを見て、きっと顔を引きつらせて声色を変えた。あなたが？はい、マナミです。はじめまして。父がお世話になっています。はじめまして。違うわ、私たち前にも会っているのよ。おばあさんの言葉にマナミもマナミの父も不思議そうに顔を上げた。あなた毎日歩きスマホをしている人でしょう。私にぶつかったことがあるし、近所でも危ないって有名よ。それに注意されたら怒鳴るじゃない。あなたのせいでみんなが困ってるのよ。え？マナミはもちろん、マナミの父もその言葉に真っ青になった。あの時おばあさんにぶつかった女性、そしておばあさんが言ういつもスマホを見て歩いている女性はマナミであることに間違いはない。きっとおばあさんもマナミを見てそのことに気がついたのだ。もちろん私も怒鳴られた一人。そんな時妹さんが助けてくれたわ。私の元に近づいてきて、おばあさんは私の手を握った。そういえば先ほど若者を支援されているとかなんとか聞こえてきたわ。こんなところでなんだけど、うちの企業にも人材が欲しいの。もしよかったらご紹介いただけないかしら。え？もちろんです。ありがとうございます。私はおばあさんにお礼を言った。これでもっとたくさんの若者が職に就ける。なんとありがたいことか。会長、娘を雇ってくださるというお話は。ごめんなさい、なかったことにさせてもらうわ。そんな、考え直してください。考え直すのはあなたの子育てについてじゃないかしら。他人のために頑張っている人がいるのに他人をけなすしかできないバカもいる。私は年を取ってはいるけれど、人を見る目が衰えているつもりはないわ。雇う人は自分で決める。マナミもマナミの父も絶望するようにその場に座り込んだ。二人とも頭が上げられないようで、しばらくそのまま何も言わずに座り込んだままだった。結局そのままヨータとマナミは結婚式を中止に。マナミの両親は会長の手前、私に丁重に謝罪をしてくださった。迷惑料として結婚式の費用は全て持つと言ってくださり、婚約破棄の慰謝料をヨータに請求することもなかった。まだ婚姻届を提出していなかったのが唯一の救いだ。私たちの生活は特に変わることもない。しかしマナミは違ったようだ。医者と結婚するからと何やら自由な生活を楽しみにしていたようだが、その将来設計は全て水の泡。パートに行くはずだった父親の会社に入ることは叶わなくなり無職。さらには両親もそんなマナミに大激怒し、家を追い出されたらしい。琴美が本当に結婚するのかと言った時に、もっとマナミという人間を知るべきだった。ちゃんと話を聞かなくてごめん。ヨータは私に謝ってくれた。私はお兄ちゃんが幸せになれるか不安だったから言ったのよ。結果オーライだったわ。私は笑って、今度はヨータが幸せな結婚ができるよう祈るのだった。一方私はマナミの父の会社から正式に依頼を受けて就職の斡旋を行っている。みな一度は非行に走った過去があるものの、根は真面目で根性もある人が多い。社会の荒波にも負けずに頑張ってくれるだろう。いい教育を受けたからといっていい人間になるとは限らないし、教育を受けていないからと出来損ないなわけではない。私はそれを肝に銘じて、これからもたくさんの人に関わっていきたいと思っている。